は許さない会会長こたえるんです。今日はイベントでたまにあるゲリー1万獲得とかの攻略法を伝授するよ。組み合わせは見ての通り、クッキーはロックスター、ペットはバブルガムの子、バトンは誰でもいいよ。磁力とかゼリー生成とかあるといいかもね。そして宝物にコイン爆竹をセットしたら完成。ひたすらロックスターの能力を発動させていくだけだよ。簡単だね。ちなみにステージは競技ランド3だよ。回復が多いとかゼリーが多いとか理由は忘れたよ。もっともっとちなむと、ロックスターもペットもレベル6でもいいと思うよ。多分この2人はレベルでゼリー生成量変わったりしないんじゃないかな。きっとレベルで変わるのはゼリーのスコアだよね。そして今回スコアは無関係だよ。やったね。ところでみんなは体調を崩したりしてないかな。冬みたいに雨が降りまくってるけど、そのせいか寒くなったよね。いずれジメジメして暑くなっていくんだろうね。体に疲れを感じた時は無理して休もうね。そして家でアイヌの動画を見るといいよ。じゃあここまで見てくれてありがとうね。また念のし。って思ったけどあと10秒もあるよ。10秒あれば何かできるかな。この10秒を大事にできて生かすことができる人が、人類の成長に大きく貢献してきたんだろうね。そういう人を働きアリとするなら、アイヌは働かないアリだよ。じゃあね。